実りの秋を前に、豊岡市では一足早く新米の初出荷式が行われました。初出荷を迎えたのは、成熟期がコシヒカリより2週間ほど早い極早生品種の地方実り、およそ12トンです。 JA 田島では農作業の分散などを目指し、収穫時期の早い品種の作付けを進めています。今年は梅雨入りが早く、初期の生育の遅れが心配されましたが、その後好天に恵まれたこともあり、まずまずの出来だということです。また来月上旬からは主力のコシヒカリの収穫に入ります。コロナを心配しながら、また天候というようなことで生産者非常に心配されたと思うんですけれども、やっぱりこの時期を迎えますと、生産者も顔もですね、生き生きとしてきておりますし、安全安心な米を皆様の手元にお届けいたしますので、ぜひとも召し上がっていただきたいというふうに思っております。今日出荷された地方実りは、今後コープ神戸の店頭などで販売されます。